皆さんこんにちは、ひろきです。これから太陽光を浴びに外を散歩しようと思います。散歩がてらの一人語りです。お、一階に着きました。さーて、おー、いいですね。日が照ってますね。いいですね。はい、はい、いいですね。おー、いい日だ、いい日光だ。今日は33度まで上がるらしいですからね。はい、今日もいい汗が、なんて言うんでしょう、かきすぎない汗がかけるんじゃないでしょうか。はい、そうですね。救急車の音が鳴ってますね。熱中症ですかね。もうこの季節に救急車が鳴るとすぐ熱中症かなと思っちゃうんですよね。はい、高齢者の方がまた熱中症になっちゃったのかなって。はい、ね、皆さんクーラーガンガンつけてくださいね。はい、いくら節電とか言われても死んだら元も子もないんでね。はい、死人出してまで東京電力も節電しろとは言ってるはずがないんでね、多分。はい、いや、いい音楽が流れてるな、フラワーロード。聞こえますか、この動画で。たまに音楽が流れてるスピーカーがあるんですけどね、これ歩道に屋根がついてるんでできることだと思うんですけど、なんと、まあこのフラワーロードですね、全くシャッター街になってなくてですね、結構長い道なんですけど、徒歩10分するんですけど、ほとんどのお店やってるんですよね。シャッター通りになってないんですよ。で、新しいお店ができたりもしてるんですよね。はい、いや、本当いい街並みだなと思いますよ、本当に。はい、まあちょっと車の音がうるさいんですけどね、実はね。はい、まあ僕イヤホンつけて寝てるんで、あの YouTube 聞きながらイヤホンつけっぱなしで寝てるんで、まあ寝てる時は別に全然大丈夫なんですけど、あの遮音性の高いイヤホンをつけてるんで。はい、いやー、今日はいい晴れ具合ですね。空も雲がない、今日も雲がない、いいですね、夏ですね。はい、夏だ。あ、そういえば水道料金払わなきゃいけないんだった。しまったな、持ってくる、バッグも忘れちゃったな。まあいいや、まだ期限はあるんで、昨日届いたばっかりなんでね、大丈夫ですよ、全然問題ないですよ。いやー、人が結構歩いてますね。もう盆休みも終わって日常生活に戻りましたか、皆さんね。まだお休みっていう方もいらっしゃるとは思うんですが、まあ多くの方がね、もうお盆休み終わったっぽいですよね。はい、あー、日光だな。いやいやー、今日もこうやって汗をかいて帰り着いたらビールでも
飲もうかな。楽しみだな。もうそれを楽しみに毎日生活しているようなもんですからね。いや、それを楽しみに生きてるっていうとちょっと語弊があるというか言い過ぎになるんで、それは言わないですけど、まあこれを楽しみに日々を送っているぐらいは言えますかね。はい。ね、人間というものはね、厳禁なものでね、はい、生理的に気持ちよくさせてくれるものをやっぱり欲しがりますよね。まあ私にとってはそれがビールなわけですけど、はい、そうですね、はい、ダイエットしてるんでね、食はどちらかというと栄養重視で味重視じゃないんでね、はい、いつも似たようなもん食ってるんで、はい、まあビールが一番楽しみですね、生理的欲求としては。はい、まあ、あとは寝る前の YouTube ですかね。まあ睡眠という意味では生理的欲求、はい、そうですね。まあ寝る前にスマホとかタブレットは良くないっていうのは知ってますよ。知ってますけどそれで寝れるんですよ、はい。僕がおかしいのかな。何がおかしいんだろう。ああ、また日向が来たな。すごいな。いや、やっぱ日傘して歩いてる人多いですね。あと帽子ね。僕帽子かぶってないからな。その代わり長髪なんですけどね。はい。その代わり長髪ではあるんですけど、やっぱ帽子かぶってる人多いな。あ、そういえば明日から小岩神社の例大祭なんですね。明日からですね。はい。そのようですね。はい。いやー、灯籠がたくさんついてますね。本当、小岩神社のお祭りは大事なんですかね。まあ行かないですけどね、僕は。まあ住んでりゃそのうち行くでしょうっていう感じですね。はい、予定が合えばね。はい、別にね、十何年に一回とかそういうやつじゃないんでね。はい、いや、やっぱり僕足歩く速さが速くなったのかな、もしかしたら。なんか体が軽くなったような気がするな。やっぱ体重減ってんのかな。あ、美味しくないラーメン屋さんだ。見せますよ。これです。はい、これ美味しくないラーメン屋さんです。皆さん気をつけてください。はい。本当にまずくて、あの、薬味たくさん入れないと食べられなかったです。本当に。こんなラーメン屋さん今頃あんのかっていうぐらいまずかったですね。ひどいもんでしたよ、本当に。はい。本当に何か調合間違えてんのかなみたいなラーメンでしたね。
もう工事現場もまた開始しましたか。今度はコンクリートの車が来てますね。流し始めたんですかね、いよいよコンクリートを土台の方に。ねえ、野村のビル、はい、かなりでっかいビルが建つみたいですけど、高さも相当ありそうですけど、はい、いよいよ土台を固め始めましたか。あ、はい、ストップストップ、はい、ストップ。トラックが来ました、トラックが。はい、今通れるようです、通ります。ついでに中身見とこう。おっと、なんかいろいろやってましたね、各所で。いや、土地が広いんでね、各所でいろんなことやってましたよ。はい、ちょっと全貌は分からなかったですね、あれじゃ。はい、けど土を出したりコンクリートを埋めたりいろいろやってるみたいですね、各所で。はい、いやー、やってる人たちはワクワクでしょうね、あんなに物理的に物が動いたら。僕の昔やってた仕事はソフトウェアなんでね、なんて言うんですか、ボタンを押したらアームが動くとか、そういうことはやってなかったんでね。はい、そうですね、画面の状態が変わるとかはもちろんありますけど、はい、そういうのはよくあるんですけど、そんなね、物理的に物がぐーんと動いたりしたいんでね、はい、あえて砂を流したりする仕事は楽しそうですけどね、それと比べたら。はい、物理的に物を動かせるわけですから、はい、なんかずっとおもちゃで遊んでるような感じですよね。はい、ちょっと羨ましく感じますけどね。はい、たまに、はい、やってる方はね、きついんでしょうけどね、暑くてきついんでしょうけど、はい、日焼けもして、はい、美白どころじゃないよっていう感じでしょうけど、はい、さーて、いよいよ地獄の灼熱地獄に いよいよそろそろ行きますよ、灼熱地獄に。今日はあんまり風がないな、怖いな。また地熱がやってくるかな。地熱やってきますかね。さあ、入りますよ。はい、来た。あ、暑い、結構暑い。あー、けど頭は大丈夫ですね、まだ。あー、来た、頭も来た。やばい。あー、いや、すごい暑いですね。いや、すごい暑い。焦げる。焦げますよ、これは。腕も来てますよ、結構。うわー。あー、ちょっと日陰に入った。うわ、すごいなあ。あー、もう顔に汗がかいてきた。あー、はい、もう早くもビルの陰に入りましたね。おー、ということはだいぶ太陽が傾いてきたってことですね、地球に対してね。やっぱりね、日々を過ぎたんでね、もう夏至からね、夏至から2ヶ月経とうとしてるわけですからね。はい、そういうことですよね。はい、あ、けどまた来るかな、また太陽が来ちゃうかな。まあ、太陽を浴びに来てるんでね、別にしょうがないんですけど、ただ頭がぼーっとするのは嫌だなって思って、はい、脳細胞がやられてるような気分になっちゃうんで、はい、まだビル陰ですね。いやー、野村のビル1階に何が入るのか楽しみですね、本当に。なんかいいお店入ってくんないかな。
小岩のムードを変えるようなお店が、はい、これだけでかい敷地ですから。また太陽来ました、太陽来ました、来ました、すごい暑い、いやすごいな、暑いな、いや風があんまりないですね、いや暑いっすね、これは暑い。サミットに入りたくなっちゃうな、買うものないのに涼しくなるためにサミットに入りたくなっちゃうな。これじゃあ誘惑があるな、あそこに。おっと、またトラックが土を、湿った土を運んできましたよ。ということは地下水脈があるところからもう土を掘ってるってことですね。はい、湿った土ということはだいぶ深くまで掘り込んでるようですね。はい、まだ天井が高いですね。いやーけどだいぶ日が落ちてきたな。今日は時間だからか、4時だからか、それもあるのか。そうですね、時間がちょっと今日は遅めなんで、それもあって太陽の照る時間が少ないんですね。なるほどなるほど、じゃあ太陽光を浴びるためにはもうちょっと早めに出なきゃいけないんだな。今すれ違ったお姉ちゃんがすごいエロいお姉ちゃんのプリントが載ってるT シャツを着てたんですけど、あれはなんであの T シャツにしたんだって思っちゃいますね、ああいうの見ると。けどまあ男性で考えたらいいのか、だけどおかしいですよね。だって僕らで言えば僕がブラッド・ピットのプリントの T シャツを着てるようなもんですよ。はい、ちょっと古いですけどブラッド・ピットって、はい、まあね、そういうことですよね。はい、なんかちょっと違うような気がするんですけどねまあ女の子同士だといいのかな、 T シャツと自分。そういうプリント T シャツ1枚も持ってないんでね、無地ばっかりですからね。無地っていうかそのなんていうか絵が描いてるやつは持ってないんですよね。もう全部処分しちゃいましたね、そういうのは。はい、まあ処分というか実家に送っちゃいましたね。はい、まあ実家でフリマとかで売るんでしょう。フリマ好きな人は、フリマを楽しんでる人が一人いるんで、はい、なんか趣味がフリマみたいな。はい、いやしかし本当人通りのあるいい通りだな、ここは。音楽も鳴ってて
夜には電気がつくし、本当安全安心。はい、ちなみに安全と安心は英語では同じ単語なんですよね。セキュリティなんですよね。よく安全だが安心とは言えないとか言う人がいたじゃないですか。あれ意味が分かんないなと思って、安全だけど安心とは言えないから豊洲市場へは行けないとかって言ってる人がいましたよね。はい、まあ今もいますけど、あれ意味が分かんないんですよね。本当に安全なのに安心と思えないということは、それは豊洲市場の責任じゃなくてあなたの心の問題ですよっていう、あなた心理カウンセラー雇った方がいいですよっていうふうに私なんか思うんですけどね。はい、いかがでしょうか。皆さんどう思いますか。もしよかったらコメント欄にコメントお願いします。ねえ、安全だったら安心できるでしょう普通。はい、それ心の問題じゃないですか、あなたのって。もう言われた方も困っちゃいますよね。じゃあ俺たちどうすればいいんですかってなっちゃいますよね。これ以上何をすれば許してくださるんですか神様よっていう感じになっちゃいますよね。僕はね、もうエンジニアとしてやってきたんでね、長年安全だったら安心できます。当たり前です。当たり前のことです。ごくごく当然なこととしてそれをそう思っていますね。はい、だから意味がわからないですね。はい、本当に、はい、宗教か何かかと思っちゃいますよ。安全であっても安心とは言えない。あなたはもう少し反省すべきです。自分の人生を反省すべきですとか教祖から言われたらどう思いますか。いや安全だからいいじゃないですかって。安全を感じてるんですよ私はって。だから安心なんですよって。私は心の平穏を保ってますよって。それなのに安心しているとは言えないというあなたの方の心の方がおかしいんじゃないですかって。私はその教祖様に言ってしまいそうですけどね。はい、問答が始まってしまいそうですけどね。はい、そんな不合理なことを言われたら、はい、もうエンジニア上がりなんでね。はい、背の低い天井でもこの時間帯は頭に日を浴びるのか、勉強になった。さて、また信号のない横断歩道を渡ります。今回も一発で渡れるでしょうか。結構前からは来てますが、どうですかね。前はいいんですよ。問題は後ろ。お、大丈夫だな。はい、バッチリ渡れました。はい、素晴らしい。次はセブンイレブンで今日の夕食を買います。さてと、あ、冷蔵庫だ。冷蔵庫、お店全体が冷蔵庫。はい、木綿豆腐です。それと半熟煮卵です。とろっと
卵黄の半熟煮卵です。結構です。箸を一膳お願いします。お支払い方法を選んだ地音が鳴るまでレシートをお受け取りください。はい、ありがとうございました。あー、これちょっといらないです。はい、箸が乗らないんで。はい、どうもありがとうございます。いや、店員さんが親切なことをしてくれたんですけどね、逆に不親切だっていう、まあよくあることですよね。はい、しょうがないです。はあ、豆腐が冷たい気持ちいいな。もうあと30秒ぐらいでエントランスまで着くんじゃないですかね。着きました。ピッ、はい、で郵便箱ピッと、あ、なんか来てますね。おーおーおー、いろいろ来てる。よしよしよし、はい、なんとか片手で持てるかな。よし、持てる持てる。はい、ではエレベーターにたどり着いたんで、この配信は以上で終了となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。ご